20日日曜日、北麹町にあるメッセウィング三重で、三重県消防協会中正司会火器訓練が行われました。この訓練は、消防団員としての責務を自覚し、規律厳正な部隊行動と高度な消防技術を身につけ、消防の使命達成に資することを目的として毎年開催されているものです。この日は市内の消防団団員、教官となった市消防職員など約400人の消防業務の関係者が訓練に参加しました。開会式では谷口茂樹中正司会長の挨拶に続き、松田市長が、消防団員の皆さんには日頃から市民の安全安心を守るといった本当に大切な仕事をしていただいており感謝申し上げます、団員確保など消防団を取り巻く環境が全国的に厳しい中、中正司会においては昨年に比べ約100名増員したと聞いており、とても安心感を持っていますと日頃の感謝を述べました。その後はポンプ奏法の部、訓練霊式の部、救急法の部、機関員研修の部に分かれ、それぞれの技能の向上に向けて訓練に汗を流しました。ポンプ奏法の部の訓練では、火災時に放水を行うための動力ポンプの操作を決められた手順に基づき、いかに正確かつ迅速に行えるかという訓練が行われ、消防ポンプ自動車と小型動力ポンプの2種類の消防ポンプの操作を行う消防団員の皆さんは、日頃各地域で積み重ねてきた練習の成果をこの合同訓練の中で発揮していました。また消防自動車の操作などに安全を期するため機関員研修も行われ、消防自動車運転時の注意点などの説明を受けました。団員の皆さんは運転席からの視覚などを実際に運転席から確認しながら、有事の際の安全確保について学んでいました。訓練の最後には来月25日に開催される三重県消防操法大会に中正司会を代表して出場する阿能方面団と美杉方面団による展示操法が行われ、出場選手の皆さんは本番さながらに緊張感のある中、選手全員息の合った動きで操法を行い、会場からは選手の規律ある動きに対して大きな拍手が送られていました。担当する市消防本部は、今後も各地域の消防団との一層の連携強化を図り、市の消防防災体制の充実と災害に強い街づくりを目指していきたいと思いますと話していました。